どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。河本です。はい、1週間ぶりでございますけど、はい、大丈夫ですか、気が入ってますか。はい、お願いしますよ。頑張りましょう。いや頑張ってますよもうみんな、いやねえじゃない、頑張って気合入れてね、もう春ですから、いや春ですからね、頑張っていきましょう ね、 そうですね。何なんだよその。いや春ですからねって言うけど、春なんいやいや春だから気合、4月からって気合入れ宣言しましたからね。そ う、 ね、そうですよ。なんだよそのふてぶてしい感じは。そうですよ。なんでふてぶてしいか、春ですからね。いやもうそのビル君だけの怖い話がいや気合入れてお願いしますそれはね。まあ皆さん新生活始まっておりますからね。そうか、うちらじも聞く人増えたかもしれませんからね、新社会人、新成人、またその移動の距離が長くなったりして、こういうポッドキャストとかで聞くっていう人も増えるかもしれませんからね。うちらで引き続き聞いていただきたいんですけども、ちょうどいいんじゃないですか、30分ってね。そうなんですよね、2時間のラジオもいいですけど、やっぱ一度に聞き切るってなかなかそんな移動ないですから、30分ぐらいがちょうどよかったりもしますからね。危険もやっぱ移動中にがっつりラジオの人のやつは、そうそう、タイムフリーとかで聞いても、まあ往復で聞けたりとかあるけど、そうそう、ちょっと難しかったりしますけど、そういう意味ではブチラジオ30分でちょうどいいんですよ。ちょうどいいんで、ぜひ聞いていただきたいっていうのも、ありますからね。引き続きよろしくお願いします。ちょうど先日ですね、はい、トンツカタンの森本くん、人力車の芸人のトンツカタンの森本くんと、うん、映画を見に行きまして、太田さんのやつ、太田さんの、監督してる映画、元スマップのお三方、新しい地図のお三方が、主演されてる映画を、六本木に見に行ってきたんですけど、ちょうどその日、なんで六本木なん。いや、完売してるんですよ。そうなん、どこも完売してまして、でちょうど六本木でその日お仕事我々あったんで、終わってから、六本木の東方シネマズに見に行こうかなと思って、調べて、ちょっと森本君も一緒に行こうよっていうことで、本当に 2席だけ空いててギリギリ。マジで。いや相当やっぱ大人気で大好評ですから、席がほとんど埋まってたんですけど、その時間2席だけちょうど空いてたんで、あ行けますっていうことで、行ってきたんですよ、六本木の東方シネマズにね、でいつもタイタンシネマやってるところですからね。そうそう、そう考えたらすごいですよ。まあ映画館見に行くたびに思いますけど、スクリーンで我々がネタをこうやらせてもらってるんだと思うと、あそこに流れてるんだって思うとね、すごいですよね、それもそれですごいことなんですけど、で映画見に行ってもういっぱいなんで、最前列の2席だけ空いてたんですよ、偶然。なんでまあそこしかないからしょうがないし、それ撮って、で見に行って、でこう2人で映画館入って、そのちょっとふざけて、なんていうんですか、作り手みたいな挨拶するみたいな、入ってきて、なんていうんですか、映画館の作りで一番前から入る作りになってるじゃないですか、まあ、場所によっては後ろから入るのもあるけど、脇の道通ってきて前から後ろにこう詰めていくというか、東方シネマズの六本木 の、 その上映されてたところがそういう形だったんで、だ要は一番前にこう入ってると、まあみんなこう見えるとこというかね、前じゃけんな、なんでその舞台挨拶的な感じというか、僕が作りましたよみたいな、こうお辞儀するみたいな、井口さん皆さんに挨拶した方がいいんじゃないですかみたいな、ちょっとボケで、でやって、冗談でこう ありがとうございますみたいな感じでしゃくして、いや関係ないでしょあんたみたいな、ミニコント的なのをちょっと冗談でやったんですよ。ありがとうございますみたいな、いや関係ないでしょ、ゆくちゃん作ったわけじゃないんだからみたいなのをしたら、たまたま目の前にいたカップルの男性の方が、ウエストランドのゆくさんびっくりです、お願いしますみたいな、その制作者にする対する握手みたいなしてきて、本当のその恥ずかしいやつ、本当、すみません、なんかすみません、冗談でやったのに、本当にその人いて、ボケでやったのに、なんかすみませんみたいな感じになって、その人がたまたま隣の席だったんですよ。僕と森本君と隣が、男性の方と女性の方、まあカップルかどうかわからないですけど、だったんで、たまたま隣の席の僕のこと、まあそれは当然いますよね、そんな人もね。まあ太田さんが監督されてるところもありますから、爆笑問題さんのファンとかでね、僕のこと知ってくれてたのかもしれないですけど、なんかすみません、ちょっと隣でなんかすみませんねみたいな感じで、座ってたんですけど、で僕ちょっとその開演前に、トイレに行って、その時後から森本君に聞いたんですけど、で僕が去った後、カップルの女性の方の隣が僕で、その隣が森本君みたいな感じで、まあ男の人はその隣、女性の隣っていうことなんですけど、まあだから、男性の方、女性の方は僕、森本君っていう並びですね。あ
で僕がトイレに行ってる間にその男の人が「いやびっくりしたよ、サンドイグチさんいるなんて」みたいなって、うん、そしたら、女性の方は「え誰?」みたいな「分かんない誰なのあの人」みたいな、うん、まあ当然知らなかったんですよね僕のこと、うん、そしたらいや男の人が「いや知らないのかよお前」みたいな「ウエストランドさんだよお前タイタンの爆笑問題さんの後輩で芸人さんだよ」みたいな「うん、あそうなんだ好きなのじゃあ席変わる?」みたいな、うんいやいやいいよいいよそんな隣っていうのもなんか申し訳ないしみたいな、うん、やり取りしてたらしくて、うん、そこで「いやなんでお前知らねえんだよ」みたいな「いやちょっと分かんないもん」みたいな、うん「いやだからあれだよそのお前で言うとこの乃木坂と一緒だよ」みたいなそしたら女の人が「えそれマジやばい」みたいなってそこでやっと分かったんだいややっと分かったというか絶対多分違うしそのまあ女性の方は乃木坂が好きなんでしょうけど要は AKB が好きなんだねその女の子はじゃああーなるほどねだってそうだろまあそうかそうかそうかその考え方はあるかもしれない、ね、乃木坂が直で好きなわけではないなるほどそうは最初ちょっと僕も森本君も思わなかったから、うん、多分女性の方で乃木坂好きってことはかなり好きじゃないですか、うんうんうん、おそらくね、うん、まあそれ一概には言えないけど、うん、でえマジやばいってなるってことはすごいお前の一番好きな人がいるようなもんだぞ的に言ってると思ってけどあそうじゃないのかもまあ知んないですけど、ね、だって爆笑さんで言うとこのっていうことやけんなまあまあそこまでじゃうまく例えてくれたのかもしんないですけど、うん、分からんけどただあの女性の方はえじゃあマジやばいじゃんみたいな、うん、テンションにはなったらしいんで乃木坂ではないけどな決して絶対ね、うん、あのその例え絶対違うなと思いながらも、ね、絶対違うけどな、映画を見させていただきまして、うん、いや本当に素晴らしかったですよ別に後輩だから言うわけじゃないですけど、うんまあ、上映期間とかね上映時間とか上映するかなんすか映画館の数とか限られてるからそうね何とも言えないとかありますけど、うん、見てね本当に面白かったという人はどんどんこう声を発信すればまたそれがなんか変わってくるかもしれませんしまたね増えたりね延長とかどうなるかちょっと僕ら詳しいことは、ね、知りませんけど、うんうんうん何ていうんですかオムニバス的にすいません、なってて、うん、その一部を太田さんが監督心配だな僕の状態ですか、うん、いいよお前に心配されるようになったら終わりだよいや最近なんか多いぞあまあまあちょっとねそのなるとかありますけどね、うん、大丈夫ですありがとうございます心配ありがとうございます限界を迎えとんじゃないかお前いやじゃあ頑張ってくれそう思うならお前がいい加減にして俺は助けれんけどいやだから限界を迎えとんじゃないかだったら代わりに頑張れよもう何してんだよお前僕の仕事の時俺は何もできないけど限界を迎えとんじゃないいやそんなことだけ言われてもしょうがねえよこっちはなんとかしてくれよじゃあ僕の代わりに井口大変そうだなじゃあ俺が頑張るわってしてくれよじゃあそれはできんけどじゃあ言うなもう鬱陶しいからいやでもねオムニバス形式になっててクソ野郎と美しき世界、ね太田さんが担当されてるとこもあって、うんまあ僕ら爆笑問題さんの後輩っていうのもありますけど、うん、そういうこと本当に関係なくねすごい良かったですよ、うん太田さんのとこというか、まあ、全体的にいろいろこう何ていうんですか面白いこのところとか、うん、考えさせられるようなとことか、うん、遊びの部分とかねオマージュ的なとことかいろいろあるんでその何度見ても楽しい内容にはなってるんですけど、うんまあ、太田さんのところもそういうとか僕が見てあここはこういうことかみたいなとこもたくさんあるし時事、うん、ネタみたいなとこもたくさんあるしあそうなんだ、うん、あとやっぱね太田さんが撮ってるところがなんて一番こうちゃんと長編で見たいというか長編の映画っぽくなってるんですよ、うん、ストーリーのなんか起承転結というかオムニバス的な作り方じゃないというかね、うん、これって芸人的ちょっと発想というか、うんなんかそれこそねぐちラジで言ってまだ配信されてないかもしれないですけど、うん、映画でその次の映画に続くみたいなって嫌じゃないですかいやそれを1時間半でやれやみたいな、うん、とこあるでしょ、うん、なんかそのスーパーバッドエンドの時あるもんな結局ねで自作で全てが明らかにみたいなそういうことじゃないじゃんみたいなねあれでオムニバスってなんかで最後繋がるみたいな話だと余計そうなりがちですけど、うんうんうん、芸人って4分でネタやってくれって言ったら4分のサイズにするし、うんまあ、10分でやれって言ったら10分にするしみたいな発想がある種どっかにあって、まあ、尺むちゃくちゃ守りがちですよねしその尺の中で面白くしなきゃ意味ないわけですからね、うんうん、芸人はそうね初見のお客さんにも分かるようにっていうのがそうそうそうだから絶対ですからねでネタやってバーってこう落ち前に次 の, さネタでオチが分かりますって言うわけにはいかないじゃないですか、うん、基本的にはやっぱネタってそうですよねいやお前は言うなよ何もやってねえんだから
そうなんだって言うよ。お前リアクション間違えてるさっきから尺守りがちですよねって言おうたの俺。知らねえだろお前何にもネタのことに関しては。そうかそうか、いや分かんないぞ。俺読んどるだけだった。だから太田さんがどう考えてるかとか僕には全く分からないですけど、マジで酔ったけどな俺。しかもボケじゃなくて一番痛いやつ一番痛いよ見てる人からしたら、ね、いい加減にしろと思って途中で気づいたよあ俺そのリアクション違うって俺違うわあそうなんだって言わなきゃいけないですからね、うん、まあ分かんないですけど、そういうふうな捉え方もできるというか、ちゃんとこうその30分ぐらいですかね、一つずつは、うん、その中でも物語がしっかり分かる感じで、またね当然俳優さんとかもかっこいいし、うん、で物語になってるんで、これ言うのをやっぱ長編で見たいって思うじゃないですか、うん、他の方々は他の方々ね良さは当然ありますけども、うん、なんで見た方でねたくさんいらっしゃると思いますから、うん、面白いっていうのはやっぱどんどん発信していくことが俺結局大事ですからね。私なんかの、うん、僕なんかの一声は意味ないと思わず言うことによって、どんどん広がるかもしれませんし、あツイッターのねそうそうそう一つぶやきがとかで意外とムーブメントになったりすることが起きますから、うんうんうん、それは確かにそうだね。太田さんの監督されたとこ、あクソヤラと美しさが全部面白かったなと思うだけじゃなくね、うん、それを発信することでまた変わることもありますから、うん、で太田さんもいろんな感想を聞きたいっていう方ですからね、うん、ぜひ面白ければどんどん声を上げていただきたい。試写会で大暴れした話してましたもんね。試写会で大暴れした話もしてましたしね。ほんまに無茶したがんと思ったよいや無茶しますけど、やっぱねそこまた映画もねそれでできるようになるかもしれないですからねそういう意味ではブチラジも同じと言いますか、これを聞いてくれてる人も面白いと思ってどんどん言ってくれればね。そうね、それはそう、広がりがもっとこっちの方がもっと力を お助けが必要ですから、ね、お助けってお助けマンが、いやいや、まあ、お助けマンっていやいや、なんで二重構造でやってくんだよ、うっとうしいからいや、その皆さんのババアの先生が言うやつやな。いや、わかんないですけどいや、お助けマンとか言う、いや、わかんないよ、そうとは限らないよ、別にナショナルマンとか言ってくるが、ババアの先生、いや、そうとは限らない、誰か一人いるだけだろ、お前の中におそらく二人おるの、じゃあ、まあ、多い方か、うん、種信先生だ、いいよ、言うなよ、もうババアって言ったんだったら、なんで、ブチラジも言ってくれればね、これはどんどんもっとでかいムーブメントになるかもしれませんからね。そうね、もう当たり前のようにやるには限界が来てると言いますか、そんな言うなよ。いやいや、続けるにもそれ限界があるでしょ。いやいや、まあまあまあ、それはね、なんかそういう風にどんどんしてってほしい。配信とかもそうやってなんか形を変えていくというか、うん、もうラジオなんて全部詰まってて始まんないし、うん、ましてや芸人の数がこんだけいて、昔の芸人さんみたいに全員が仕事があるわけじゃない中でね、うん、なんとか取り合いですよ、もう本当にね。そうなったらこういう独自の配信でなんかそういうなんかちゃんとお金になることとか、うん、スポンサーがつくこととか、ちゃんと番組みたいになることが続けていく一つになるかもしれませんから ねスポンサー募集してましたもんね昔ね。いやいや、引き続きしてますよ、うん、そういえばただ来てないだけで、ね、そういえばスポンサー募集してますからね。これはぜひなんとかちょっとでも力を貸してくださる方がいれば、うん、うちらじゃ続きますからね。そうですね、勝手に配信してるって言ってもその限界があるでしょ。だってそのいやそうですよ、今考えたら時間がねありますから我々だって。そのいやし、この機材とか含め、うん、本当にその無料でできるにも限界があるじゃないですか、うん、いろんな人の力添えがなきゃいけないし、みんなの時間がねありますから、これいろいろ仕事がありますしね。正直もうおかしい時代になってるよ。何度も言ってますけど、前回単独ライブやってね、うん、600人完売して、うん、そこに行く交通費がないってわけわかんないでしょ、うん、みんなから100円ずつもらえばいいんだから、そんなの本来は、ね、600人からね、うん、出演者税、消費税的に出演者税みたいなの取って、いやそしたらもうちょっとでも救われますしたよね僕ね。いや恵比寿まで行けるんですから、そしたらね、うん、なんでその単独ライブ完売して散々稽古して、僕猫にするの立野さんにお金借りて会場まで行かなきゃいけないんだよみたいなありますから ねまあ言ったら皆さんの声でこれも意味ないなと思わず言ってくれればなんかなりますから、うん、言いましょう。そうですね。で太田さんも監督された映画、まあ新しい地図の映画、クソヤラと美しき世界、うん、上映はねもう終わってしまいますが、またここから動きがあるかもしれませんの で、ねはい、ぜひね何かの機会で皆さん見たらどんどん面白いと言っていただければと思います。言いましょう、声を上げましょう。それが全体的にお笑いとして大事だよな、うん、ライブ見た後とか、うんうんうん、タイタンライブ見た後でもいいですから、うん、エゴサーチしますからね芸人ってね。もうね、お金がないとなると面白いという言葉だけが原動力になりますよ。そうそうそう、本当にそう。その一言で解散踏みとどまる人もマジでいますからね、うん、これは皆さんの声が本当に大事になりますんで、うん、どんどん発信していってください。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。もろ中学生、
いかにも中学生がやりそうなエピソードや中学生あるあるなど送ってもらってます。行きましょう。ジラジネームオレンジくん。はい。僕は中学生の時にヒゲが生え始め、安っぽい簡易ヒゲ剃りで初めてヒゲを剃ったのですが、おー、早いというか、まあ言いましたけどね、うん、安いヒゲ剃りで慣れてもいなかったので口の周りが血だらけになり泣いていました。なんでそのタイムスリップして慰めてあげたい気分です。いや、どういう感情なんだよ。でもまあまあね、まあ成長早かったりとかヒゲ濃い男子言いましたからね。ああ、中学はおったな。うん、中学校の時なんか全く剃ってなかったもん。うん、剃ってなかった。むしろ僕なんか大学卒業してからですからね、剃り出したの。そうやんな。そうやんな。全然ひげす濃いイメージなかったもんな。うん、まあまあ、そうそうそう。で、剃り出すとどんどん濃くなるっていうのありますからね。本当はそうじゃないらしいけど、でもこうなるよな。なるなるなるよ。剃ったら。うん、だって僕なんとかそういろいろあるのが大変でしょうね。そのもう僕なんて大人になればそのシェーバー買うなり、うん、ちゃんと T 字のとか別買うの何の抵抗もないけど、中学生ぐらいで、うん、T 字のひげ剃り買うなんてちょっと抵抗あるし、うん、恥ずかしいし、かといって生えてるのも嫌だなっていう。いや、このオレンジ君は僕も慰めてあげたいわ、タイムスリップして、うん、一緒に、うん、オレンジ君と一緒にね。オレンジ君と一緒にオレンジ君と一緒にって、オレンジ君、当時のオレンジ君を慰めるっていう。慰めてあげたい。いや、慰めてあげたい。オレンジ君抱きしめてあげたいわ。いや、考えてみ、そんなお前心ない人間になったか、その考えてみ、その思春期の感じとか、うん、なんかは喋れよ。なんか別の悩みがあったけどね、いろいろ。どういうことですか、思春期に、うん、いやいや、そりゃみんなそうだよ。僕だってあったよ。じゃない、違うんだよ、もういいよ。そのそんなの言い出したらそりゃそうだよ。じゃないんだよ、お前もう。ヒゲどころじゃなかったけど。だから、じゃあそれでみんなそうだよ。ただこのメールについての感想を述べないと何の意味もないんだよ、こんなラジオ形式の番組なんて。なんでその全部のメールに対してお前の感情だけを言うんだよ。ただただ正直だろ。いや、正直じゃなくて、俺ヒゲ以外の悩みがあったもん。違うんだよ、発想力ゼロか、お前は。入り込め、オレンジ君の世界に。そう、オレンジ君の世界観に浸れよ、お前も、うん、考えてやれよ、ちょっとは。お前ようその気持ちになれるな、ヒゲ濃いなかったの。いや、だから分かるだろ。でもその、うん、だからお前もうダメなんだ、そんな発想力のねえやつは。行きましょう。はい、ネギ坊主。うん、新しく買ったピカピカの靴を履いていくのが恥ずかしく、うんうんうん、玄関前の砂をこすりつけて前から履いてましたけど感を出してから学校に行ってました。まあだからこういうことですよね、うん、なんかこの間もありましたけど、新しいものを取り入れることがとにかく恥ずかしいっていう、うん、いや今でも恥ずかしいですからね、ドロドロにこそしないけど。そうね、うん、なんか言われるそうでね、うんうん、これはまあずっとありますよ。これやってましたからね、実際。意味ねえよな、本当に、うん、抱きしめてあげたいよな、ネギ坊主を。当時に帰ってオレンジ君と一緒に帰って、オレンジ君と一緒にタイムスリップして、ネギ坊主も一緒に行って、うん、慰めてあげたい。そんなことしなくてもいいよっていうのを言ってあげたいよ、うん、新しい靴で行きなさい、行きなさい、全然大丈夫だよ。みんなそういう時あるし、何も意外と思ってないもんだよっていうのをオレンジ君と一緒に言ってやれて、うん、いいヒゲ剃り貸してあげればええもんな、オレンジ君にはね。オレンジ君には、うん、ブチラジネーム町役場工事。関係ないじゃねえかよ、もう怒られるぞ本当に。私は中学生の頃、当時最先端だった薄型ポータブル CD プレイヤーをカバンに入れて投稿していました、うん、バレないように片耳だけつけて当時最先端だった布袋寅泰のバンビーナを聞いていましたが、うんうん、すぐに上級生にバレ、先生に呼び出しを食らい怒られました。それ以来布袋寅泰を見ると逆恨みの感情がこみ上げます。ダメだよ絶対に。布袋さん何も悪くねえだろうが。いや、まあね、こういうのありましたね。で、怒られるからね、うん、音楽聴いたりするのも当時はね、中学生ぐらいは。俺もやっとったもん、学ランここまで通してな、イヤホン。うん、どういうことですか、その学ランの中を全部通して、うん、そうそう、イヤホン出すってこと。テスト中に聞きよった。じゃあ最悪じゃねえかよ、テストしろよ。でテストすんでこうかって、はい、大してできんけどな。いや、勉強してないけど普段。いや、もうそのマジ町役場の人でももうちょっと面白いトークするぞ。何せ普段勉強してないから全然テストも全然できるのだよな。いや全然面白くないよ、そのなんかここですよみたいな感じで言ったけど、大どんでん返し、大どんでん返しでも何でもないし、大どんでん返しの部分。いや、じゃないよ、そのおじさんの何せ勉強してないから全然できるんだよ。いやいや、役場のおじさんの自虐ネタみたいなのやめてくれよ。これはまあ分かりますね、バンビーナ当時ねめちゃくちゃ聞いてましたからね。
僕ら高校の時ぐらいかな、うん、流行りましたね、はい、こんぐらいですか、はい、以上にしておきましょうか。わかるな、なんか切ない気持ちにもなるな、その時思って、後に何でもないんですけどね、うん、またあったら送ってきてください。以上、もろ中学生のコーナーでした。続いては、そんなことあります、そんなことありますという嘘のような本当の話を送ってきてもらってます。行きましょうか、はい、ぶち出しネーム湯豆腐、はい、お久しぶりです、先日携帯で音楽を聴きながら運転していたところ、はい、携帯が鳴り、確認したところぐちラジ更新の通知でした。運転中だから後で見ようと思い無視していたところ、突如音がガビガビガビキュルキュルキュルと不安な音を立てながら途切れてしまいました。そんなことあります。ウエストランドの呪いについて半信半疑でしたが、これからは破壊神井口様崇拝してまいります。破壊神なわけではないですけどね、まあ本当にありますからね、これはもうしょうがない、まあ、これぐらいのことはありますよ、通知これぐらいって言ったらダメだな、これぐらいのことはあります。通知接点してればそれぐらいのことはありますからね。引き続き聞いてくださいね。誰が聞くんですか。ぶち出しネーム無農薬動物、はい、井口様、河本さん、こんばんは。こんばんは。ある晩、僕のおばあちゃんが窓の近くで、つまずいて軽くこけたのですが、あ、月が綺麗だねとごまかしていました。怪我がなくてなりよりですし、ごまかすのは可愛らしいですね。そんなことあります。本当によかった。おばあさんはもう怪我したら終わりじゃけんな。いやいや、まあその大変な一大事にならなくてよかったですけど、一気にっていうとこあるで。いや、ありますけど、そのまあ、俺のおばあちゃんもそれでも、もうそれでも、まあ、全部は言わんけど、ものすごい元気だったけど、もう怪我で一撃アウト。そんなことない、マジでマジでダメです。一撃でアウト。そんなこと言っちゃダメで、人間に対してそんなことしてたら絶対ダメなんだから、違う、アウトね。違うんだよ、その月が綺麗だねってごまかしてて可愛いみたいな、うん、メインテーマがあるで、よかった、それで ね、よかった、怪我がなくてよかった、本当に。いや、さ、いいよ、そこ、まあ、そこもあるけど、うん、ごまかしてるよ、そんなことありますみたいな、どうですからね。そうね。そうねじゃねえよ。ぶち出しネーム、ハズレクジ。はい。チャリカゴに入れておいた6個入りの卵が、トイレから戻ってくると1個だけなくなっていました。そんなことあります。これ鬱陶しいな。割れたとかじゃないんじゃん。これ鬱陶しいな。1個だけっていうのもね、うん、なんで開けて1個だけ持って帰ったんでしょうかね。いや、そうでしょう、じゃなきゃも人間の仕業でしょ、絶対ね。ぶち出しネームさよなら。なんでなんでしょうね。赤塚不二夫さんのギャグ、シェーをしたら膝を骨折して1ヶ月入院しました。そんなことあります。マジで。でもこういうのってあるんだよな、あの、うん、公になってないだけで絶対相当あると思う。こういうのはあるよ、あのふざけたところで結構取り返しのつかないことになったとか、マジでそのちょっとね、ちょっとしたふざけから一撃アウトみたいなこともありますからね。あるある、気をつけてください、本当に。入院なんかだったらとんでもないですからね。くしゃみして肋骨折れるとかね。いや、それはまた違うだろう、全然あったけど、よく載ってたよ、あの小学6年生とかの、あの雑誌に。だからカルシウムを取りなさいのやつね。ええ、じゃなくて。全然違うよそれ。某社長とかね。いやいや、あるけど、だからそれは全然関係ない。なんだよ、どうしたんだよ。どうなりたいんだよ、もう干されたいのかお前は。危険な橋渡りたがりだよな。いや、いやお前だけだし、うん、そのみんなってなんですか。リスクしょいたがりじゃん。誰がですか。みんな巻き込むなよ勝手に。以上、そんなことありますのコーナーでした。続いては、ののしり先生。ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興で楽しむことで、その失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。はい、もうろくでもないやついっぱい来てるでしょうからね。春だからといって許しませんよ。行きましょう。ぶちラジネーム三遊亭ブルートゥース。勝手にその屋号つけんな。勝手に継ぐな。そんなやついるわけねえだろ。ちゃんとやってんすかね、これ。ちゃんと許可取ってんすかね。取ってるわけねえだろ。ブルートゥースなんかなるわけねえだろ。カタカナじゃねえかよ、しかも。井口さん、河本さん、はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいております。僕は最近3年ぶりに彼女ができました。なんで自慢か、いきなり。彼女は僕よりも2つ年上で28歳。まあ、よかったな。お互い結婚視野に交際をしておりますが、今まで怠惰な生活を送ってきたせいで貯金はゼロ。何やってんだよ。じゃあこっからやり直せよ。じゃあ彼女との将来を考え、貯金を始め、それまで大金をつぎ込んでいた大好きなオートバイをやめ、仕事も社員登用を目指し努力し始めました。結構ゼロからのスタートだなお前。もうちょいはあると思ったよ。
マジのゼロからじゃん、お前。お前じゃ社員としてとなんか働いてなかったのに、そのオートバイにはつぎ込んでたタイプかよ。頑張れよ、だったら。持ち前のクズ精神でいつ挫折するか不安です。いや、そんなもん誇らしげに言うなよ。どうか井口先生、こんな僕を罵して彼女との将来を確立させるためにカツを入れてください。よろしくお願いします。いいよ、その彼女できてそう思えるぐらいだったら大丈夫だろ。自慢してくんなよ。なんなんだよ、その。結局自慢だろ、no. どうせそれでやる気になりましたよみたいな自慢だろ。このクズ精神でちょっとくじけてしまいそうですみたいな一文入れたら許されると思うのよ。こんなのは自慢だから何でもないよ。お前その罵って正す道なんか何にもない。お前みたいな自慢するやつはあのまた別れてオートバイに突き込め。逆に、うん、それぐらいでいいよ。どうせこいつ頑張るよ、自慢なんだから。自慢してくんな。自慢のコーナーじゃねえんだよ。ちゃんとしとるな、うん、自慢またそういうやつだよな。結局ちゃんとしてるくせにみたいなやつだよ、こうね、うん、オートバイに突き込むということはそれなりにお金もちゃんとしっかり蓄えてたタイプなんだよ、うん、嘘つくな、ほんと。プチラジネーム3日が限界。お前はダメそうだな、プチラジネームから言って。井口先生、河本さん、おはこんばんちは。あ、もうダメだ。僕はちゃんと働いています。そんなこと言うやつはもう怪しいよ。第一声でそんなこと言うやつは怪しいよ。こういうやつはダメなんだよ、大体。営業職をしています。もうそういうやつはダメなんだよ。しかし全くやる気がなく、営業行ったふりして車でずっと寝てしまいます。はいはい、そうでしょうね。本当は新規訪問とかをしに行かなくてはいけないのですが、うんうんうん、人見知りだし寒いので行きたくありません、うん、でしょうでしょう。このままでは架空のお客さんを新規開拓しますと、うんうん、嘘の計画を会議で話してしまうことになります。お前は絶対それをやります。井口さん、こんな僕を罵してちゃんと仕事ができるようにしてください。エリート営業マンになってモテたいんです、うん、はい、絶対無理です。こいつは無理です。根っからのダメなやつです。窓際です。窓際にどんどん寄ってきますよ。厚めの、分厚めのシャツとか用意しておいてください。冬場寒いですよ。窓際ですからね。西日が暑いですよ。シャツの片方だけ色あせてくるんで気をつけてくださいね。焼けるんでね。焼けて安いカーテンみたいに。どんどん黄色くなるんで気をつけてください。プチラジネーム誰だ、知らねえわ。今朝僕はおねしょをしておきました。またダメなタイプのやつだな。正直なところ排尿中盤あたりで眠りから目覚めつつあったのですが、うん、ワンチャン夢である可能性にかけた結果、ワンチャン夢であるみたいに、夢であってくれみたいなのかけたってことね。ああ、そういうことね。布団に大きなシミを作ってしまいました。井口様、こんな僕のやんちゃな暴行を罵してください。暴行とかじゃねえだろ。そのもっと寝る前にちゃんとおしっことかすればいいわけですから。信じられねえよ、その未だにそういうことしねえやつ。寝る前にちゃんとおしっことかしとけよな。うん、僕めちゃくちゃおしっこするけどな、寝る前。刻んで刻んで。絶対におねしょしたくないから。出番前もお前すごい刻んでおしっこ、刻んでおしっこする。おしっこしといた方がいいんだから絶対に。おしっこしないやつって何なんだよ、その怠慢さ。おしっこし、自分の膀胱に対する信頼感というか。でも分かるんだよな。おしっこしたくなるほど集中力がなくなることはないし、うん、おしっこしとけいいんだから。どんどんおしっこしとけ。以上、野々しい先生でした。どんどんおしっこしとけ。ね、みんなもどんどんおしっこしといてください。FM とかで言う感じの。みんなもこれからどんどんおしっこしといてください。ネタじゃん。誰かのコントのネタみたいな。さあ、告知いきましょうか。はい、爆笑問題タイタンシネマライブ、はい、4月20日金曜日にございまして、明後日、こちらが全国映画館17館で同時中継になっております。明日か。配信されたら。あ、そうですね、もうすぐだ、明日ですね。今回から東宝シネマズ日比谷が追加になっておりますんで、そちらでも見てくださいね、うんうんうん、そして今回に限り、沖縄の桜坂劇場のみ生中継でなく、5月4日19時半から録画中継となりますのでご注意ください。意外と新しい試みですね、それもね。まあそうですね、逆にそれは今までなかったですから ね、ハプニング的になってますけど、これはこれでいいかもしれませんからね、うん、沖縄の方は後ほど楽しみにしておいてください、うん、ね。ぶちあちは YouTube と Podcast で配信してます。 YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー T シャツを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。はい、チャンネル登録とか高評価を押していただくこともこのぶちあち継続につながっていきますんで ね、 そうね、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。そしてもう、そうか、明日がタイタンライブということで、うん、僕個人的にというか、まあ我々そうか、2人とも、今年初のタイタンライブになりますから。そうそうそう、4月にして初めて、インフルエンザで休んでしまいましたんでね、うん、ネタやりますんで、ぜひそちらも楽しみにしておいてください、うん、そして5月6日に、僕のソロのイベントが新宿のロフトプラスワンでありますんで、はい、そちらをよろしくお願いします。人が死にますよ。どういうことですか。何かしらの
もうまとまってないんだらやめてくれよ。何かしらの人が死にますからね。雑すぎるんだ、いじるにしても。その、うん、こうこうこうあって、これ人死ぬようなイベントですからね、やめてくれ、そんなことねえわって言わせてくれ、せめて。その何かしらの人が死にますから。だから意味がもう全然、いじりたい一心で言ってるのかもしれないですけど、意味が全然分かんない。人が死にますよって。その墓石が倒れますからね。だからもう何かしらの墓石が倒れたりするかもしれませんし、ね、ちゃんとやってくれよ。そのいじり方は決めておいてください。そういうことはないので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。はい、ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さよなら。ありがとうございました。嫌な終わり方になったな。墓石が倒れますで、ね、救急車来て終わりですけど。毎週木曜夜8時はウエストランドのブチラジ。チャンネル登録お願いします。